はい、どんぼくです。ということで今回もドラゴンクエストライバーズやっていきましょう。ということで今回のデッキは君のハートもいただきます。ということで盗め系のカードたくさん入っている盗賊デッキを作ってみました。ということで、まあ、このデッキの注目ポイントとしてはまずは仕切り直しとマヤのコンボ、そしてシルビアのやっぱり単体での強さ、あとは心眼一閃とかが思ったよりね発動しやすくて、っていうのもエマとかの薬草とかでも反応するし、あとはねタバサの、レベル3の効果で来た特技カード、これもね実は心眼一閃とかに対応してるので、それで結構ねコスト下がりやすくなっていますので、まあ、そこら辺がね活躍できたらいいなと思っております。それではやっていきましょう。よし、さっさと始めようぜ。カミュちゃんカミュちゃん来ました。ついにカミュちゃんを使える日が今来ました。ということで盗む心眼一閃シルビアということで、まあ盗むは欲しいかな。シルビアも持っておいていっか。うん、これでいこう。さあそして来るカードは、お二刀の心得、これはなかなかいいな。タバサと非常に相性がいいんで、まあこれは非常にありがたいかな。さあそしてお相手来るか。まあ相性悪くはないかな。うん、さあそして C ゴーレム、まずはタバサを使っていいのかな。うん、さあ、いやこれはいいぞ。これね何回か使ってみたんですけど、やっぱり神強いね。うん、普通に下手になんか変な組み方したデッキよりかは全然強いんで、まあ、とりあえずここは相手何もしてこなかったんで一旦盗むかな。うん、一旦盗みます。とりあえずね様子見の盗み。さあそして魔物はいらんでしょ。ブラック、いやここはパールスライムかな。シルビアが強くできるんでここ持っておきます。でテンションアップでエンドで、とりあえずここでテンション上げたんでシルビアがね、連携の効果を使えるということで、まあ、次のターンは二刀の心得もしくは C ゴーレムかな。うん、まあ、相手がユニット出してこなかったらもう C ゴーレム一択で、ユニット出してもワンチャン C ゴーレムでいいかな。うん、いやこれ結構やっぱ強いよ。うん、ただね、おお人面獣、ただねこのティア1になるかって言われたらちょっと微妙な感じ。うん、めちゃめちゃ強いけど絶対的な強さは持ってないかなっていう感じはするんで、まあただねなんかもうエンジョイ勢としてはめちゃめちゃ楽しい上に強いでも最高よ。まずはここ C ゴーレム使って、いやーこいつ取りたいけど、まあここはね一旦様子見で、カイロスハントで取る必要あるかな。別に11だから取らなくていいよね。うん、ということでここでエンドでいっかな。うん、俺のターンだ。さあそして次のターンからシルビアが使える、これはでかい。でまあ次のターンはね神業使って全然 OK なんで、おっと無限の弓、なるほど弓使ってくる。そしてシャイニングボーね、はいはいはい、まあ、それは予想通りの何デッキだろうな。まあ、回復デッキなのは多分確定だと思うんだけど、そこ以上が見えてこないな。回復のどういったヒーローカードとかも分かんないし、まあ、ヒーローなしは多分ないと思うんだけど、人面獣めんどいな人面獣めんどくせえな、こう見ると。まあ、とりあえずここは、はいはいはい、まずはシルビア使ってユニット出します。いやこれがめちゃめちゃ強いマジで。行くわよカミちゃん、お宝ゲットよ。そして一番いいのがこの曲、プチプリーストはな、一旦シンクロレベル2まで上げないとダメなんで、一旦まず神業使います。ここね二刀の心得とかが使えてないのがちょっとあれなんだけど、とりあえずここ1点で取って、このねマイナス1も強い反撃が、なので11だったら簡単に取れるし、まあ2点3点攻撃あっても大丈夫と。 OK テンションアップ、そうもうこれ最高よ。ただでさえテンションアップがあって4コス34だったらそれだけでもまあ十分強いのに、さらにユニットを2体出してくれる、もうこの最高さ加減。ちなみに今日ねめちゃめちゃ喉痛いんですよめちゃめちゃ喉痛いんであんまり高い声出せないっていうのがあるんですけど、 OKOKOK でここで人面獣、人面獣なあと1なんだよ、取りてえけど取れねえ回復されちゃうかな。とりあえずここ除去りたいんだけど、カイロスハントでいっかな。まあ、2点与えて、いや待てよ、カイロスハントはこいつに使おうか。カイロスハントここに使って、
2点ダメージ。カイロスハント。で、日東の心得をここに使う。で、タバサの効果も発動。いいね。で、二刀の心得ゲット。で、1でここ取る。オッケー、いいんじゃない？で、パールスライム。さっきゲットしたこのパールスライムを使って HP を上げつつ、さらにカード1枚ドロー。これ、うまくない？自分で言うのなんだけど、うまくね。で、シルビア生存率高めたいんで、ここはここの2体で行くか。うん。で、1点はここに行って、で、あとはもう全員総攻撃でエンド。で、テンションも1上がる。おー、強っ。強。そして闇の盗賊。ただね、ここら辺がね、ランダムなんで、選べないっていうのがちょっときついんだけど、まあ、にしてもやっぱ強いね。こことかマイナス1とかも結構使えるし、いや、これはやばい。神よ、楽しすぎる、マジで。強さもあるんだけど、それ以上にやっぱり楽しさがやばい。うん。さあ、ダークペルシャー。いやー、それはちょっと予想できなかった。全体1点ね。おお、人面獣が、人面獣が犠牲となっちまった。犠牲になっちまったけど、まあ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 、その程度ならいいでしょうと。そしてマージスター、正直ね、今まで MP 使い切ってるんで、ヒーローなしデッキなのか、それとも出すタイミング逃してるだけなのかちょっと分かんないんだけど、まあとりあえず、まあそこそこ強いな、確かに。だけど、うん、まあこっちの除去系もたくさんあるし、さあコイン、あ、でもこれもし相手ヒーローカード持ってたらさ、このヌスッとギーとかでさ、ヒーローカード盗むことできんだよね。それ結構楽しそうだけど。さあ、そしてコインゲット。コイン盗むちょっとやだな。コイン盗む可能性が嫌なんだけど。さあ、ヘルクラッシャー。こいつはね、速攻とかでやりたいんだけど。まあ、とりあえず、一応入れてます。うん。さあ、そして、ここは、悩むな。一旦ヌスッとギー使っていいよね。うん。ヌスッとギーニードルらしか、まあまあ悪くはないか、悪くはないんだけど、いやでも強いか、うん、使いたい時に使えるのは結構でかいんで、これありがたいな。そしてお相手ここで終わりかな。オッケー、対戦ありがとうございました。見事だ、君の勝ちだよ。